こんにちは。中小企業の動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて今日なんですけど、これからは動画の時代っていうことで、大阪の会社さんからですね、正式に訪問動画講座というのをご依頼いただきました。スタートはね、ちょっと先の来年にはなるんですけど、嬉しいことに講座をさせていただくことができます。で、今回は南大阪にあります、物流会社さん、EC サイトのオーナーさんを物流サポートしているっていう、株式会社物件様のご紹介ということです。本当にありがとうございます。で、今回のオーナーさん、先ほども言ったように動画の時代っていうことを強く認識されておりまして、インスタグラムではね、結構なフォロワー数、1万人を超えてるようなフォロワーを持ってらっしゃるんですけど、 YouTube とかっていうのは全くわかんないということで、そのあたりを教えてほしいっていうことと、あとはスイーツをね、撮影するときにおしゃれな撮影方法なんかも教えてほしいということだったので、明確にどういうことをしたいのかっていうのをおっしゃっていただきましたので、そちらの方をしっかりとサポートさせていただくという流れになっております。このようにですね、今年でも来年でも、これから動画を始めたいと、しっかりと組織でねやっていく、スタッフの方とやっていくのもいいですし、自分自身でやっていきたいという方もそれぞれおられると思うんですけど、やっぱり何から始めていいかがわかんないっていう方も結構おられます。特に私たちの動画講座っていうのは基本 iPhone だけで作るということなんですけど、 iPhone 持ってると基本動画作れます。ただこういったね、撮影機材なんかもあるんで、その環境に合わせてですね、どんな撮影機材がいいのかっていうところもアドバイスさせていただいております。今まで私もAmazonでいっぱい買ってますけど、失敗もあります。ですんで、そういった失敗経験がね、お役に立って、こういうのも買わない方がいいですよっていうこともお伝えすることができます。そして最近ではこういったよくやってますけど、このオズモモバイルというスマホジンバルも、これも撮影内容によってはこういった機材も非常に使えますので、時短につながるような動画制作の機材とか、そういったものもお伝えしていくっていう、そんな流れになっております。これから動画を始めたいという方で、最初はね、ちょっと軽い講座みたいなのがあったら受けたいなっていう方がありましたら、iPhone での体験講座っていうのもやっておりますので、気軽にお問い合わせください。今日はちょっと弊社の嬉しい報告という動画でした。それではまた明日。